夏井帝は中華民国の政治家、外交官。北京政府で外交事務に携わった。自は定裁。三木生となった後、ベルリンのドイツ公使館で翻訳官を務める。その後、スペイン公使館官員、パリ公使館一等秘書官となる。1912年、夏井帝は北京政府外交部秘書となり、翌年2月、国務院秘書に移動している。同年8月、 日本に赴任し、1ヶ月だけ処理横浜総領事となった。その後もベルギー・フランス在外交官領事を歴任した。1915年3月、夏は外交部参事となる。翌1916年3月、帝政の目論みがついえた、遠征外が新たな政治制度を検討するための政治研究会を創設し、夏井帝はこの研究会の秘書長に任じられている。 4月、夏は、外交部次長代理となった。10月、ダンキズイ内閣の外交総長代理を暫時務め、ついで大総統顧問権国務院顧問に就任した。1918年2月、ブラジルペリュー公使に任命されている。1920年1月、二等分ラ賞を、1922年10月、一等大樹科の儀賞を、それぞれ授与された。 1927年、任務を終えて帰国した。その後は、南京に居住し、1936年、故郷の公院県に戻った。しかし、間もなく日中戦争が勃発したため、上海に逃れている。1944年、同地にて病没。去年67、ありがとうございます。